トゥーハート25回目。今回からは改めて初めから星名さんルートに行ってみようと思います。関西弁メガネっ子委員長。やっぱり2年生になってからね、同じクラスになるっていうのが大きいんじゃないかなと思うんだけど。偶然だけど、レミー、シホって、明るい子を2連続でね、攻略してきたから、これ、名前を入力しました。はい。そう、明るい子2連ちゃんになったんで、だいぶ色合いは違うよね、星名さんは。むしろどちらかというと、真逆、クールな子ですから。うん。一緒にね、男と歩いていたり、なんかクラスのね、ちょっとあんまり良くない連中とつるんでいたり、いや、つるんでいるというより、あれはいじめられてるのかな？何なんだろうね。その辺の話を知っていきたい。1日目はやっぱりそうか、会えないか。でも確か早い段階でね、会えた気がするんだよね。あ、ちょっと待てよ。一応、明かりの好感度も上げて、何か発生するか見ていきたいんで、明かりをちょっとだけでも上げていこう。うん。よし、一緒に帰るか。あかり、志保も誘って3人で帰ろうぜ。なんかさ、前回志保ルートが終わって、もうなんかこの、なんかすごい仲良しグループに対する考え方、捉え方が変わったよね。本当になんかみんな仲良くしてほしいなって思うようになりましたね。その辺のところがでもきっと、あかりルートでも出てくると思うんですよね。この仲良しグループ。いや、仲良しグループというより、幼馴染としての関係の方が大きいか、あかりは。今回も例によってですね、星名さんイベントの中に、星名さんルートの中に、あかりイベント隠されてないかっていうのを探っていきましょう。一応、志保ルートは、唯一これはやっといた方がいいかなっていうのが、3月21日のテストの後にあった、その時志保に会うと、あかりとの馴れ初めを聞くことができるっていう、あのイベントは、志保ルートにとっても、あかりルートにとっても大事なんじゃないかなって思う。ただ、テストの後のイベントだからね、下手すりゃ赤点取らないとダメなのかっていうような気もするんだけど、今日もいないか、そうか。あれでもさ、一回、学校一回で、魔性使いチームにさ、いじられている魔性使いチームで通じるかな、ダメか。帰り道のしほちゃんに会っておきましょう。志保、本当、志保エンドはね、もう本当感慨深かった。なんて言うのかな。あ、一緒に帰るか。素直に、いいエンディングだったって言えないところがまた、長岡志保だなという女なんですよね。いや、いいエンディングだったんだよ。あの終わり方は、俺はもう長岡志保を締める上では、ああするしかないんだろうなとは思うけど、やっぱりね、素直にくっつかなかった。5年4年空けてそこから話が動き出すっていうのはもうさすがだなっていう。だからなんかね、これだけ心がざわざわするものが残ったんだろうなっていう気がしますよ。多分賛否両論なんだろうなっていう気もしますね。俺は好きだけどね。あ、ついに来ました、学校1階星名さん。行きましょう。ここがファーストインパクトですね。さて、これから帰って何すっか。たらたら廊下を歩いていると、ちょっと待ちなさいよ。いきなり背後からそんな声に呼び止められた。は、あー、出た、魔性使いチーム。何なんだろうね、このカラフルな子たちはね。まあ、魔性使いチームっつっても、左のあの青髪の女の子が東野に似てるっていうだけの話ですから。いや、でも本当に似てんだよな、東野に。前髪の感じとか目の感じとかすげえ似てるんだよ。こちらで確か明かりたちのクラスで見かける顔。何よ、今日一日くらい変わってくれたっていいでしょ。女生徒の一人が言った。はあ、何を変われって。思い当たる節を考えてみたらさっぱり浮かばない。やがてしょうもない誤解をしていることに気がついた。どうやら彼女たちは俺じゃなくて前を歩く女の子に言っているらしい。なんだ古典的。待ちなさい。呼ばれて振り返ったのは、メガネをかけたおさげ髪の女の子だった。星名さんが出てきました。可愛らしい。
なるほどな、この子がどんな物語を秘めているのか。あと星名さんの BGM すごいいいですよね。癒されますよねこの曲ね。先ほどの女生徒たちが俺を追い越してその子に駆け寄っていく。メガネの子は面倒くさそうに息を吐いた。言い合ってる言い合ってる。俺がそばを通りかかると会話の終わりの部分だけを聞き取ることができた。分かった、もういい、あんたなんかに頼まないわ。3人のうち1人が言った。あんたってそんな風にいつも自分本位だから全然友達ができないのよ。ぼっちザ星名なわけですね。きっとそれにも理由があるんだろうな。あ、やっぱ関西弁だからってことなのかな。ふんとくだらなそうにキリスを返し廊下を歩いていった。性格悪ー、あいつってほんと協調性ないね。あんなやつに頼んで私がバカだったわ。女性と3人はそれぞれブツブツと文句を言いながら引き返していった。女生徒たちとすれ違う。ちょっとした女の戦いを垣間見た。ここでね、会話はないけどもう出会うことができるっていう。最初の会話があるのってあの図書室ですよね。で、ここで迷子を助けてあげて、レミーにバッチリいいところを見せておいて、いやでも別にレミーの好感度を今回は別に上げる必要はないかな。やっぱ強いて言うなら明かりだな、気になるのは。あれ、ビューティフルホワイト。そして放課後、確か今日の放課後もね、会えたような気がするんだけど。ああ、それこそそうか、図書室か。行きましょう。教室から出た瞬間、危うく一人の女生徒とぶつかりそうになった。おっと。あれ？違うな。タン！とっさに踏んだステップでなんとか衝突を回避したものの、女生徒は厳しい目で俺を睨んだ。おお。思わずひるんでしまう俺。レンズ越しのきつい眼差しとお下げ髪。そうだよね、最初から考えたら明かりとお下げ被ってんだと思ったけど、明かりがね、お下げはやめちゃうしね。オンリーお下げですよこれは。あれ、この子どっかで見覚えが。ああそうだ、確か昨日1階の廊下で見かけた子だ。3人の女性と言い合いしたっけ。わ、悪い。頭をかきながら謝ると、女の子はスッと目をそらし、まるで何もなかったかのようにそっけなく横を通り過ぎていった。クールだなぁ。なんだか気の強そうな女だな、この涼しい顔した子。真っ赤っかの赤面、ドロドロの恋する女の子にしてやりましょう。ドロドロはよくない、ドロドロはごめん、表現が違ったね。じゃあ一応明かりの好感度を上げておく。明かりにはさ、ちょっと好感度を上げてお下げかぶりをなくしてもらおう。髪を切ってもらおうか。はい、お花見か。待てよ、これがでもお花見をしちゃうと、仮に星名さんルートでお花見イベントがあった場合、こっち明かりが優先されちゃうよね。待て、ここセーブ案件だな。どうしよう、上げすぎんのも考えものってところで、ちょっと待って、どうしよう。はい、か、ここでじゃあ、はい、これもしかして志保のアイコンも、あ出ましたね、二人攻略済み。暇だったら 何しとく、考えとくよ、星名さん次第。暇だったらなと俺は答えた。その前に期末テストもあるし、まだ先の話だろ、予定なんかわかんねえからな。そっか、まあ時期が近くなりゃ思うと予定も見えてくんだろう。その時にまた考えようぜ。そうだね。まあちょっと無難なところで濁しておきました。そうなんだよね、これで星名さんを優先したいから上書きされてしまうと、明かりを上げすぎてしまうのもまずい。
あーで今日はミニゲームか、シューティングか。じゃあちょっと今回は、あ、いや待てよ、まさしと思ったけど、明かりのイベント、明かりの好感度をちょっと上げていくっていうなら明かりとやっとくか。それに明かりだったら勝てるような気がするし、もう俺だってこのシューティングもそれこそ3回目、いや違う、明かりルートで2周してるからもうこれで4回目になるわけだ。頑張ろう。ちょっとまずは明かりのプレイお手並み拝見といこうじゃないか。俺シューティングだけなんだよ、明かりに勝ててないの。四方のシューティングすごかったよな。てかお前、明かりいきなり爆弾使うのか。ほうほうほう、めっちゃ使うじゃん爆弾。だんだんね、俺もこう目が慣れてきましたよこのシューティングにも。考えたらね、俺そう、そんなにシューティングってやったことのない人生、まあ多分グラディウス、パロディウスかな、まあやったような気がするけど、持ってはなかったよな。友達ん家かなんかでやったかなってぐらいで、あとなんかいろいろね、有名なシューティングとかもあるけど、そんなにやってない。お、今の爆弾の使い方はうまいんじゃない、あかり。あかりもういいよ、ちょっと。でも残機1かな、残りも。いやー、結構頑張ってんじゃない？あかり、武器変えない。あ、終わった、終わった、終わった。あれ？あ、あ、そっかそっか、これで残り0機ね、ラストね。おー、終わった、終わった。なるほどね。よし。カト。本気で行くぞ、あかり。俺も慣れてきたんだ。お前のイエイはもういらないんだよ。頑張ります。爆弾ってど、何ボタンで使うんだっけ？移動は方向キー、四角ボタンでショット発射、うん、三角ボタンで連射。ショットは3種類。丸もしくは LR ボタンで切り替え。わかった。特定の手ショットはい、頑張ってみよう。レーザーです、いきなりのレーザー。あー、欲しいパワーアップです。たまにね、この自分の攻撃か何か分かんなくなるときが。上ボム、よしいい使い方。あー、来る上から来る。あぶー、今レーザーマックス貯められなかったか。あ、マジちょっと怖い、くらー。よしあ、ちょっとでも本当にちょっと上手くなってきてない？いいじゃない。ここやばい。使っちゃう。どうかな、明かりより、あ、危ねえ、上からが本当に嫌だ。よし、あぶねえ。どう、結果どう、俺勝ったのかな、負けたのかな。なんかいい勝負してる気がする。スコアだよね。あれ何？あんた、わざとやってんの？やった、勝った、イエイ出ちゃいました。明かりのイエイが出ちゃいました。マジかよ、俺、ダメだね。シューティング全然センスないわ、俺。いやー、そっか、俺こんな下手なんだな、シューティング。へこむわ。だからさ、ソウルエッジで戦おうぜ、あかり。俺今ソウルエッジなら多少自信があるから。俺ロック使うからね。セルバンテス使っていいからさ、俺ロックだよ。あ、学校出たところに星名さん、よし行こう、気を取り直して。これってさ、まさしと一緒に
エルの、あーそうか、これか、チョップしちゃうやつか。振り返るとマサシだった。一人、まあじゃあ一緒に帰ろうよ。いいけどお前部活はいいのか。一度ウェアを取りに家に帰ろうと思って。ふん、ちょっと待ってて。マサシはそう言うと下駄箱からシューズを取り出し足を入れた。いかにも履くのがだだったすだったそうな長い紐のシューズだ。これ履くのめんどくさいんだ。だったらもっと簡単なやつにしろよ。脱ぎ履きの多い日本人向けじゃねえだろう。かもね。マサシはほどけた靴紐を結び直しながら笑った。だから早くしろ。先に玄関を出る。外で待つこと数十秒。長い時間だが、短い時間だが結構長く感じる。おい、まだか。もうちょっと。なんだかイライラしてきた。ようやく靴紐を結び終えたのか、まさしは立ち上がった。こっちに歩いてくる。だが遅えんだよ。よし、軽く制裁をくれてやる。これな。俺は柱の陰に隠れて様子を伺った。足音が近づいてくる。3、2、1、よし。これ以前明かりルートの時はチョップしてやったんですよね。遅いっつって。ちょっとここもセーブ案件で上の方にしてみようか。近づいてくる足音、ペンションシュプールの真夜中に近づいてくる階段の足音に向かってどうするか。マリの首カクカクカクなるからね。よし、こっち選んでみよう。大声で脅かす。俺はスーッと息を吸い込んで、クーラー思いっきり怒鳴ったのはいいのだが、あーゲッ、冬について怒声を浴びせた相手はなんと全然マサシじゃなかった。人違い。メガネ越しの釣り目、お下げ髪。そういえば前にも見かけたことがあるぞ。どこでだっけ、あれ私か。ってそんな悠長なことを考えてる場合か。まずは謝らねえとな。わ、悪い、あの人違いってやつで。あ、怒ってる。キッ。女の子は厳しい目つきで俺を睨んだ。う、突き刺さる視線とはまさにこのことだ。わざとじゃねえんだ、悪かった。苦しい笑顔で言った時、これどっちがいいのかな。ドナルドとチョップ。ようやくまさしが現れた。チョップの時どんなリアクションしてたっけ。ごめん、紐がほどけなくて。お前のそのフェイントのせいだな。な、何。女の子の姿がない。ちょうど校門くぐって学校の外へ出ていくところだった。振り向きもせず行ってしまう。まだちゃんと謝ってねえのに。素っ気のない子だ。俺と同じ1年みたいだったけど、いいのかなこれで。ちょっと一応チョップパターンも見てみようか。違いが、チョップの時のリアクション忘れちゃったな。いやでもダメだよね、ぶん殴っちゃうんだもんね。でもまだチョップの方が可愛げがある気がするんだよな。遅い、怒鳴るって怖いよね。ビシッ。がしかし、ギャギャギャ、チョップがヒットした相手はなんとマサシじゃない。人違い。ただ通りすがっただけの女性とにチョップを決めてしまった。もちろん威力は加減したが、そんな問題は二の次でしかない。どう説明しないんだこの状況。前にも見かけたことがある。わ、悪い、あの人違いってやつで。き、厳しい目つきで俺を睨んだ。う、突き刺さる視線とはまさにこのこと。変わんねえな。お待たせ。わからん、星名さん。ごめん。ただボディタッチできたっていう意味では、ボディタッチっつっても暴力だよな。いやー、この辺のリアクションも変わらず。全然変わらない。じゃあこれでいいか。わかんねえなー、院長心。ハートトゥーハート今回聞こうかな。
そんな変化あるような気もしないけど、確か星名さんらしき人物がメールを送ってたことなかったっけ、関西のなんちゃらみたいな。ちょっと聞こ、久しぶりに聞きたくなっちゃった。でも内容は同じだよね。今日の一発目だけ聞こうか。今日の一発目。あ、ミネちゃん。ネーム、フーリンガンさんからのお便り。ミネちゃん。ミネちゃん、こんばんは。はい、こんばんは。いつも応援しています。ありがとう。ところでこの間、牛丼屋で噂のつゆだくを注文してみました。いや、これか。もういいか。つゆだくとは。ごめん。スキップしちゃえば。ちょっと長くなっちゃうから。星名さんのあのお便りだと思われるものだけ聞きたいな。これは今の掃除をしておくか。ひょっとしたらその共通の話題でハートトゥーハート聞いてんだよねみたいなこともあるかもしれないから。ただあれとあれも何週目だったかは覚えてないな。3月10日今日だったっけ図書室。お昼、あっとこれじゃないか。あかりに会った。手には本を持っている。なんだ、どこに行くんだ。図書室に本を返しに。あ、来ましたね。初めて星名さんと会話ができるイベント。なんで俺がと思ったら、特に用事もなかったのでちょっと考えてから、そうだなと OK をした。今回テスト勉強どうしよう。というわけで図書室。この図書室は数年前に増築したばかり。広いよね。返す前に次に借りる本を探してこようと思うんだけど。この学校いいよね。綺麗だし屋上入れるし。たまには何か借りたら、意外に読みたい本が見つかるかもしれないよ。まあな、図書室にも漫画があればね。裸足の弦とかしかないでしょ図書室って。漫画、あと三国志とかしかないでしょ。しょうがないな、大輔ちゃんは。借りたい本があったら言ってね。カードの書き方教えてあげるから。うん。でこの後だよね。まあいいや。本棚を見て回った。お、来たー。星名さん、スタイルいいな、こう見ると。あ、やっぱクールだな。でもやっぱ横顔が。いいね、お下げ髪いいね。一人の女性とが危なっかしげに背伸びをし、高い位置へ手を伸ばしていた。どうやら取りたい本に手が届かないらしい。ちっちゃいっていうのがまたいいね。ちっちゃいクール委員長で、ぼっちぼっち座委員長。いいね、ぼっち座委員長。うん、釣り目がちな眼鏡にお下げ髪、前にも見かけたことのある子だな。女の子はまるでバレリーナみたいにつま先でヨロヨロと立ち、必死に手を伸ばす。それでもかろうじて指先が背拍子に触れる程度で、とてもお目当ての本は取れそうにもない。黙って見てるのもなんだしな。これでデミールートの時だったっけ、意外と声をかけない方がリアクションいいっていうことが判明したんですよね。取ってやろうか。あかりルートの時はこれ声をかけたんだけど、下のね何も言わずの方が良かったんだよね。こっちにしてみようか。何も言わずに撮ってやった。よっと、かわいい、キョトンとしてる。そいつを撮りたかったんだろ、俺が言うと。女性とは黙ったままいぶかしそうな目をこっちに向けた。ありがとうは言わない。代わりにちょっときつい感じの2つの目がメガネのレンズ越しに俺を睨む。確かに親切の押し売りってやつは俺は好きじゃないから気持ちはわかる。けど短い例の一言ぐらいはあってもいいんじゃないか。まあいいか、催促してるみたいに思われるのもなんだし、俺は背を向けて立ち去ることにした。すると、あの喋った。どうもどうも。いいね。いいね、短く礼を言った。いるんだよな、愛の中には。このありがとうが言えないやつ、実は俺もそうなんだ。心の中ではほくそ笑んだ時。ついで言うたらなんやけど。あ、来ましたね、なんやけど。
コテクトの関西弁で女性とは言った。私が取ろうとしとった本、これと違う。その隣のやつやね。クールキャラで関西弁ってでも珍しいよね。大抵陽気なキャラがさ、関西弁じゃないですか。これを戻してそいつを取れってのか。だけまともな礼も言えないくせに厚かましさは一丁前だ。しぶしぶ本を受け取ると、俺はそれを元に位置に戻し隣の本に手をかけた。こっちか。違う、右のやつ。これか。そう。何の本を借りたいのこの子は。俺を本を棚から抜き取って、ほれと女生徒に手渡した。合ってるか。俺が聞くと女生徒はタイトルを確認し、合ってる合ってる合ってる。反内は反内の意味よく分かってないけど、反内はありがとう。ありがとういいな。ありがとう、ありがとうっていいよな。女性とはくるりと背を向けその場を去っていった。なんだ、ちゃんと言えるじゃねえか。ふむ。いやー、このね、やっぱ方言の威力ってのはありますよね。ありがとう。今の星名さんだ。星名さん、そっか、あかりは同じクラス。2年連続同じクラスってことか。だって同じクラスだもん。星名、あいつ大阪出身か。ううん、確か大阪じゃなくて京都とか神戸の方だったんじゃないかな。大阪じゃないとは言ってたと思うけど。でも関西人であることには間違いないな。星名さんってすっごく頭が良くて、この前の実力テストじゃ学年トップだったっていう話だよ。じゃあこれ、なんだったら今回はあかりとテスト勉強をして、もう全部評価最高だっつって自分もテストでいい点取った方がいいのかな。そいつは関心だ。頭良さげってな感じ。それにしても気の強そうな女だな。複雑な表情で苦笑した。いやでもそれがええねん、ええねんええねん、星名さんがええねん。ウルフルズに歌ってもらいたいわ、ええねん。クールな委員長でええねん、ええねんうるさいうるさい。じゃあいないから今日もあかりに会っておこうか。あかりばっかりになっちゃうけど、ええー、ねん、そんなあかりがええねん。はい、大輔ちゃんです。一緒に帰ろうぜ。がっつりあかりの好感度を上げといて、そっから委員長星名さんに切り替えていくっていう、今回は鬼畜な主人公でええー、ねん、そんなんでええー、ねん。あ、逮捕する。あ、これ既読なんねや。え、逮捕する。あかりがもしも犯罪を犯したらみたいな話だっけこれ。ちょっとこれもね、2週目とかで見たんで、がっつり手動スキップしちゃいますね。はい、うん。星野さんが男と歩いてるっていうイベント、あれいつだったっけね。誰なんだろう、一緒に歩いてた男は。あ、あとそうだ、覚えてるよ。前回で言えば、志保を打ち倒すためにゲーセンでひたすら練習をしたあのイベント、あれを最後までゲーセンに居続けると星名さんが出てきたんだよね。これはでも先にやっといた方が、やっといてよかったね。気づかないよそんなのゲーセンに居続けるなんていうことは。だからゲーセン行きましょう今回も。放課後、いないな。いないか。それじゃあ、あかりにするか。あかりの好感度上げすぎちゃってるかな、大丈夫かな。なんか不安になってきちゃったけど。貧乏ネタにはうるさい。でもそのテストでいい点を取るには、あかりと一緒にテスト勉強をしないと最高だったよっていうリアクションができないから、
いい点取れないんだよね。まあまあになっちゃうもんな。その辺関係あんのかな。悩ましいところですが、あれ星野さんが全然いない。じゃあまあ明かりでいいか。ええー、ねん声をかける。これ本当に明かり髪型変えそうだな。こんな感じで好感度上げてたら。 A 共通するアルファベットね。今日は会えるかな、さすがにな。あ、期末テスト、もうテスト期間か。どうしよう、あかり、あかりのムチムチイベントが発生しましたね。星名さんとテスト勉強をする流れはさすがにないか。だってそうだよね、クラスも違うの、違くてまともに会話もできていないキャラとテスト勉強をするなんてことはさすがにないよな。レニーですらね、一回英語の先生になってもらうぐらいなことだったし。あー、ここか。ここはセーブ案件ですね。なんかそのあかりとやっぱり勉強をしていい点数を取るっていうのが大事な気がするんだけど、でもな。でも一人で頑張るぜにした場合も、レミーやシホの時はそうだったけど、別にかといって星名さんが何かあったわけじゃない。それに一緒にやって放課後だもんね。一応じゃああかり一緒にやるけど、俺は星名さんを常に心の中に思い続けるよ。いい点取ろう、テストで。悪いな、志保。補習はお前一人だ。星名さん。ああ、志保。あれ、本当にあの子いねえな。どうしよう。一直線に帰るか？帰るか。ない。ああ、いやいや、そうか、今日はね。あかりとの太もも勉強があるわけですね。ほんとこの CG 好き。これはちょっと止まら、止まって止まっ。それじゃ、お邪魔しました。遅かった。ちょっと一瞬止めて太ももを凝視したかったんだけど。でもやっぱり明かりイベントが隠されてるとしたら、星名さんルートしかもうない。他にだって1年生だったり、先輩、黒沢先輩、明かり、接点ないもんね。楽勝だったぜ。これでいきましょう。全部楽勝だったにしてテストでいい点を取る。星名さん、星名さん、星名さんいない。マジか。どうすっか。ちょっと学校の中とか一応うろついてみる。でもまだこれで出会えた試しってない。ない。ない。既読がつかないからもしやと思ったけど何もない。で帰ってきちゃったから、あーだ、また飛ばしちゃったよ。土曜日、あ、今日ハートトゥーハートっすよ。なんだっけ、いつだっけ、関西の話題が出たの。あ、テストはバッチリ。レミーに英語を教えてもらうのも楽しかったけど、司法。星名さんもう1週間ぐらい会えてないよ。これは良くないねん。良くないねん。貧乏神みたいになっちゃったけど、売るねん売るねん、社長さんの物件売るねん。
いないか、隠れ星ないねえか。帰ってきちゃった。ストップストップ、あっほんと止めらんねえな。あ、ハートトゥーハートを聞く。今日の一発目。今日の一発目。ペンネームいちご牛乳ちゃん。はい、ミネもいちご牛乳大好きです。アロハミネちゃん。あ、アロハ。はい、私は人気者の女子高生です。自分で言ってる。あ、これシホか。喋ったりするのが得意なので、将来芸能界にでも入ろうかな。ああ、これ、ああ、でもちょっと飛ばしちゃうけど、そっかそっか、いちご牛乳ちゃんあったね。そっか、シホもそんな。シホはでも芸能界、あーっと来ましたね。白2杯狙ってんな、あかり。はい、バッチリ。シホはでもね、あれ、マスコミ、ま、マスコミじゃなくて、なんだっけ、報道に行ったのはすごいいいと思うよ。うん、調子バッチリ。え、あ、不可反応でしょ。そうそう。明かりと勉強したところをこれ聞いてきたんだよね。明かりの好感度しか上がってねえな、今回。星野さん。ちょっと星野さんが全然出てこない。さらに明かりが出てきたよ。一緒に帰るか、じゃあ。こんなに出てこなかったっけ、星野さん。あ、でもまあそっか、やっぱクラス替えをしてからが本番みたいなところあるのかな、星野さんは。今接点がないもんね。とりあえずじゃあこの辺はテストイベントは言っちゃなんだけど関係ないのかもしんない。バッチリ、とりあえずいい点取っとくよ。うん、今日はいないか。一応全部回ってみるよ。一応回るけど、隠れ星な現れず。ないですね。で、今日もあかりとお勉強。今日でラストかな、でもお勉強もね。あ、これで今、あかりのお作業、サワサワしてたんだ。でも、あかりにはちょっと今回はやっぱり髪型を変えてもらった方が、星野さんと若干被ってるから、お下げ二つ組と一つ組とはいえ、お下げ被りしちゃってるんだよね。俺は今回は星野さんのクールなお下げをサワサワしたいから。うん。全然出てこないけど。やっぱチョップがいけなかったのかな。チョップしたから出てこなくなっちゃった？だとしたらやり直したいんだけど、あー、またミニゲームが始まってしまいました。これはアクションゲームですよね。よし、あかり相手に。じゃあここは星名さん使って俺勝つよ。星名さん使ったことないけど、レミーを使った時に勝てたんだよね、あかりにね。ハートバイハート、これ面白い。ハートバイハート、うん、ミニゲームの中で一番好きかも。はい、ハートバイハート。よし、星名さん使うで。行くで。じゃあそういうことで。そういうことで。頑張ろう。モードを選んでね。スーパーアカリンだよって言ってくんないの。よし、星野さんってどんな武器なんだ。メガネ飛ばすのかな。レディーゴー。あれ、何飛ばしてんだろうこれ。あーわわわ、ちょっと白に白い。思わず集まってもうたわ。集まってもうた。あ、よしよし、倒した倒した。いいんじゃない。え、星野さんこれ何飛ばしてんの。なんだろうこれ。え、なんだろう。あ、本か。本だ、本飛ばしてる。思わず集まってもうたわ。思わず集まってもうたわ。クールに勝ちました。勝ってる勝ってる。レディーゴー。あ、めっちゃ楽勝。思わず集まってもうたわ。いや、楽勝全勝じゃんこれもう。あ、終わりか。これもっとやりたいな。
協力プレイで遊んでみたいね。うん、俺の勝ち、イエイ。あかり、イエイ。ヤックをおごってもらうぜ。思わず集まってもうたわ。かっこいいな、勝利の決め台詞もかっこいいな、星田さんはとことんクールな子だよな。あ、で、あ、ん、あ、ん、今日は特に何もない、テストも終わった、もちろん補習はない。あ、ここで来栖川先輩が来たなら、あかりの髪型変わりますね、これね。あかりの髪型のフラグが立った2階に四方、そろそろ来栖川先輩じゃないや、いねえなあ、本当に。どうしよっかなあ、ちょっと一回星名さん、いや、いないか。バイバイ。おう、バイバイ。誰だか知らんが、じゃあレミ一緒に帰ろうか。声かけよう。これは、あ、クラス替え、好きなやついるぜ。レミ可愛いな。3月22日。これもう春休み入っちゃうな。お、あかりがついに髪型チェンジ。髪型かぶりはこれで免れた。真のお下げをね、俺は今回は攻略していきます。あ、メガネっ子キャラも考えたら、あ、今のいいな。今のいいな、あかり。メガネっ子キャラも考えたら星名さんしかいないよね。そろそろまた会いたいぞ、星名さん。おっと、何これ。何これ、二人一緒にいる。ちょっと待って、何これ、こんなことあった。 こっちにセーブしとこう。二人一緒、3月22日。ちょっとメモしとく。あ、3月21日にさ、3月21日にシホルートの時はあかりとの馴れ初めイベントがあったんだけど、あれでもそもそも3月21日シホ、いや、いたか。あ、あ、そうか、3月21日はシホに会って、3月22日は星名さん、星名さんの好感度をある程度上げてるとこんなイベントが発生するってことかな。あれでもレミ、はい、あ、これ弓道部か。ちょっとここスキップしちゃいますね。うん、そっか、星名さん。あ、で、なになに、後ろから俺を呼ぶ声、振り向かなくたってわかる、俺のことをちゃん付けで呼ぶようなやつは一人しかいない。待って、ね、一緒に帰ろう。お、おう。目の前まで来た明かりが小さく息を弾ませながら笑顔で言った。どうでもいいけど、そうやってでけえ声で下の名前を呼ぶなよ。恥ずかしいからやめろって、いい加減何度も言ってんだろう。でもこれはもう癖っていうか、そう簡単には変えられないよ。だったらせめて応援呼ぶんじゃねえよ。うん、わかった。で、なんだ。え、あ、一緒に帰ろうと思って、うん、いや、おお俺について来られるならな。用があるからにしたら星名さんが来るとか、いや違うよな、二人一緒にいたんだもんな。上にしよう。俺について来られるならな。唐突に駆け出す俺、ぶつかっちゃうんじゃないこれまた。え、あっけに取られたまま置き去りにされるあかり。だがさすがは幼馴染、すぐにいつものノリだと察すると、あ、ま、待てよ。カバンを胸に抱えてすぐに後を追ってくる。背中から俺を呼ぶあかり。待ってよ。衝突パターンか、
俺は校門を出たあたりで立ち止まると明かりが追いつくと同時にでけえ声で言うなっつってんだろうが。イチャラブしてんな。噛みつくように怒鳴った。驚いた明かりがビクッと後ろにのけぞったその瞬間、来た星名さん、ごっちん。運悪くそこに歩いてきた女生徒のおでこと明かりの後頭部が激しくぶつかった。あ、明かりとぶつかるのね。明かりと星名さん、あちゃー。当時頭と頭、ヘッドトゥーヘッド。ミネちゃんみたいに言うなよ。しかもかなりいい音がした。今日の一発目じゃないんだよ。いったー。後頭部を押さえてうめく明かり。もう一人の女性ともかなり痛そうだが、当たりどころの悪さでいうとダメージは明かりの方が大きそうだ。あれ、そういえばこの巻き込まれた方の彼女見覚えがあるな。ああそうだ、この前の昼休み図書室で出会った関西弁の女の子だ。確か明かりと同じクラスで名前は星名とか言ったっけ。なんかこいつとは印象の悪いエピソードばっかりだ。本当だね。とりあえずここは、おっと、明かり大丈夫か、星名大丈夫か、二人とも大丈夫か。ここで選ばせる。ちょっと待って、これ結構重要なイベントな気がする。明かりルートで発生できなかった。これ明かりルートでも大事なんじゃない。明かりルートでは明かり大丈夫かにして、今は星名大丈夫かにする。ちょっと試しに今セーブしたから二人とも大丈夫かを一回選んでみる。そう言って俺は二人に近づいた。二と追ってみる。あかりは涙目で頭を押さえ、星名は痛いより巻き込まれたことに腹を立てている様子だった。星名さん、ごめん、痛かった。後頭部をさすりながら謝るあかり。別に何ともない。クールやな。それを星名がぶっきらぼうに返す。怪我とかない？あんたの方こそ目に涙浮かべてよっぽど痛そうやないか。クール関西弁いいな。あ、あかりは慌てて両目をこすった。そこで俺が割って入る。星名だけ？悪いけどこいつ怒らねえやってくれねえか。どうやら俺が脅かしたのが原因らしいから。すると星名は、別に怒ってない。これからは周りに気ぃつけや。ほう、そっけなくそう言い残し去っていった。星名さん、本当に怒ってないのかな。さあね、実は腹が煮えくり返ってんじゃねえの。確かに感情がわからんな、星名さん。また謝っておこう。結局その日はあかりと一緒に帰った。じゃあちょっと星名大丈夫かにしてみる。ん？本屋に寄った。本屋、ほらこんなイベントも既読つかないもん。これじゃねえか。明かりルートで抜け落ちてたイベント、星名さんじゃねえ。俺何かを発見した気がするよ、明かり攻略の手がかり。いやまあそれはまあ置いといて、とりあえずちょっとメモしておきました、自分のメモ帳に。3月22日の星名さん、いやというか星名さんの好感度を上げておくってのが大事。で、今は星名大丈夫か。悪いけどここはひとまず明かりの方は置いといて。おい大丈夫か。俺は星名に近づいた。どうよ、怪我はないか。星名だったよな。尋ねると星名は誰だっけという顔をした。図書室でのことを覚えてないのか。星名はすぐに目をそらすと、なんともない。それよりも向こうの方心配した方がええんとちゃう。明かりを見て言った。あいつはいいんだよ、悪いのはあいつなんだから。いや俺が悪いんだけど。星名さんごめん、大丈夫？別に。これはでも星名さんの好感度上がったでしょう。今運命の分かれ道だったよ確実に。もうええって、今後はもう
ちょっと周りに気ぃつけな。うん、そのまま歩いていった。星名さん本当は怒ってたんじゃ。この辺は同じか。もう、また謝っておこう。なるほどな。でこの後本屋さん。あ、本屋さん、これ何のイベントだろう。明かりを突き合わせて本屋に寄った。何か欲しい本でもあるの。欲しい本、これも星名さん関連か。漫画。なんだなんだとは。なんだ、漫画のどこが悪いっつんだ。明かりも読め、彼岸島を。別に悪い。彼岸島を読みなさい、今めちゃくちゃ面白いんだから。言ってるも同じだろう。いいか、漫画ってのはな、紙の上の表現媒体としては最も進化した形なんだぞ。娯楽性があるってだけで低く見るのは愚かなことだ。物語を考えながら構成を練り、さらに絵も描かなきゃいけないんだぞ。普段何気なく読んでる漫画になって惜しげもない才能と労力が凝縮されているんだ。この時期ってさ、これ97年6年だっけ、どっち断平ってやってたかな。今どっち断固めちゃくちゃ面白いんだけど。コロコロオンラインで読んでるよ、どっち断固。あれめちゃくちゃいい、可愛いよね。おすすめです、今無料で読めるんで。うん、確かに。ところでお前、すすめのすすめの散歩、すすめの散歩ね。なるほど、この頃から人気漫画だったわけか。そうか、96年7年って何、どの辺の話だ。先導戦で一歩が、あれか、ララパルーザとかのあたりかな。一番熱い時期じゃない、ボクシングのやつ。まさか今も連載してるとは思わないでしょう。今ね、リカルドとサルがやってますから。わかんねえだろうな。あ、でも当時からリカルド・マルチネスはもう名前は出てるか。リカルドとウォーリーやってますからね。あれは名勝負だと思いますよ。読め。まだまだ、まだまだすすめの散歩面白くなっていくから。高村さんのブライアン・ホー、いや、会長の戦後の話あたりまではめちゃくちゃ面白いから。まあ、そこまでではいいと思うけど。俺が一巻から全部返し合うから今から家に取りに来い。読んで感想を聞かせるべし。え、うん、わかった。でもそれ、全部で何巻くらいあるの？現在47巻。47巻か。じゃあやっぱ高村さんとかブライアン・ホークあたりかな。一歩先導のタイトルが30巻だから、そうだね、高村、イーグル？いや、イーグルはもっと先だったっけな。沢村らへんかな、一歩沢村らへん。え？全部読めよ。ごめんね、俺もなんか余計な話が長くなってしまった。読めよ、あかり、絶対面白いから、すすめの散歩。散歩進んでどうすんだ。この頃は宮田くんと戦うと思ってたよ、俺も。戦うと思ってた時期が俺にもありました。戦わねえのかな、結局。わかんねえんだよな。でも戦わねえと終わんねえよな。あ、ごめん、飛ばしちゃった。ついちょっと俺も雑談が熱くなってしまったが、あー、これはでもゲーセンがレミー、商店街が四方、散髪が明かりだよね。とりあえずじゃあ明かりに会っておくか。明かりの好感度を上げすぎな気もしないでもないけども、星名さん出てこないですね。3月、あ、もうこれ春休み入っちゃうよ。やっぱあれだな、進級してからが星名さんは本番なのかな。で今日もミニゲームか。はいはい、パズルゲームね。よし、今日も明かりを打ち負かしてやりましょう。はい、いまだにパズルゲームあれよく分かってないんだよな。はい、テトリス99やろうよ、あかり。テトリスは本当に今でもね、毎日やってますよ。頑張ってます。まずはなかなか1位取るのは難しいけどね、また近いうち動画撮れたらいいなと思ってるよ。じゃあ星名さん使うわ俺。あ、何これ。え、これ誰だ、隠しキャラ、あれ
なんか隠しキャラが2人いる。誰や。これってさ、単純に攻略できる、トゥーハート的にも攻略できるキャラがあと2人隠しキャラとしているってこと。誰や。なんだこれ、わからん。まあ今はじゃあ星野さんでいくわ。このイラストほんとかわいいよな。ゴー。よいしょ。わからん、考え方がわからん。いくで。お、ええやないか。連鎖したで。なんかちょっと待って、とりあえずいっぱい出してみたけど、こういうやり方でいいのかな。いくで。お、ええやないか。わからん、考え方が本当に。やったー、すごーい。え、3連出しましたね、あかりが今。あっ、おお、ここできないね。やば。ここがやだな、ここな。いくで。もう一丁や。すごいいい勝負になっちゃってない。まさしとやってみたいな、一回。俺の T スピンを炸裂させて T スピン OK を熱唱したいところでございます。ただそんなことを言っている余裕もなくなってきました。ひどいプレイだこれは。一体何がどうなっているんだ。いかんいかんいかん、どうしよう。あ、ち、いや違う違う、あ、どうすればいいのこれ。ちょっと終わっちゃう終わっちゃう。ここなんてできないの。あ、よかったよかったよかった。あれあれあれ違うのか。あれ、あ、ここ丸にして消して、よーし、勝負がつかない。消して、しょっか。いくで。お。あ。来ないよ。楽勝やったで。熱くなってしもうた。ふう。わかんねえ。これ本当。いやなんか慣れないパズルゲームってやっぱめちゃくちゃ難しいんだね。今でこそテトリスなんかはさ、サクサクっとできてるところはあるけど、わかんないわ考え方が。どちらかというとでもテトリスよりぷよぷよの考え方に近い。あーっと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 、一気に春休み消化。ハートトゥーハート聞きましょう。ひょっとしたら今日関西弁の女の子がメールを送ってくるかもしれない。今日の一発目。今日の一発目。さて今日のおはがきなんですけれどもね、ミネはねすっごく気になるおはがきいっぱい届いたんで、今日は2枚ご紹介させていただきます。まず1枚目はペンネームドジッチさんからのおはがきです。ミネコさんこんばんは。はい、こんばんは。突然ですが、ミネコさんはお化けと宇宙人夜道で出会うとどっちが怖いですかって。いやどっちもねすごいですけど、関係ねえな。ごめん飛ばしちゃうわ。まあ、ハートトゥーハート気になる方はぜひ明かりルート見てください。あーで、これそういえばお花見イベントってどうなるんだろう。あ、ハートトゥーハート。ちょっと待って、いや星野さんのお便りだけ見たいのよ、聞きたいのよ。今日の一発目、今日の一発目。
ペンネーム神戸の木越さんかね。あ、これだ、きっとこれだ。ロンちゃんビシッ、あ、パソコンの記号で痙攣している顔が書いてありますので。そんなん使うの、ビシッとしときますね。さん、はい、毎週楽しみにしています、ありがとう。ところで僕は今とても困っています。あれ僕、何に困っているかというと、仕事が超スランプなのです。あ、違うなこれ。作曲家という仕事をしてる。あ、違うわ、神戸のなんちゃらっていうからそうかと思ったけど違うわ。あー、で結局そうか、あかりとはお花見に行ったわけか。今のところは完全にあかりルート入ってますね。ただまあ、しかしここからですよ、2年生に入ります。と、じゃあちょっとここで今回はセーブして終わろうかな。ちょっとあんまり星田さんイベントが起こせなかったけど、とりあえずプロローグっていうとことで、次回からいろんなイベントが起こるんじゃないかな。なんつっても同じクラスになりますからね。同じクラスの院長に手を出すというところで、あかりとはここではもうお別れだ。俺はおさげがええねん、星名がええねんってことで、星名さんルート進んでいきましょう。今回ここまでご視聴ありがとうございました。